オーベンだって違うと思ってた。私も地雷のように人を信じられなくなる瞬間はあった。特にお城にいた頃は何度も。薬の効果はどうだ。副作用が強く高熱が。構わん、すぐ再開しろ。それでも人を信じられたのは。ミオ姫、地下王子様から手紙が来ていたのですが、他の従者が捨てていたようです。ミオ・クオーツリス・テナーウルト様、アクアティアでは最近メルーという野鳥を見かけるようになったよ。この子たちがドゥドゥと鳴き出すと冬が訪れる合図なんだ。今年は寒くなるから暖かくして過ごして。どうか体を大切にね。地下ブルーメイドイテメス。地下王子様の存在があったから。クルーナさん、あった。撃たれてたらどうすんだバカ。すみません、俺が。お前は悪くねえよ。止めなきゃあの狼に食われてた。拒絶の森の主ジュライ、あんたは町のみんなにとって警戒せざるを得ない存在だ。手配書の君も。事情を聞くなら拘束になるかもな。そんな。そうなる前にこの国を出な。国境を越える砦は何とかするから。国境を越える砦では身分を証明しなければならないけど、みんな身分不明。うん、大丈夫。不安があってもユーリの大丈夫って言葉を聞くと不思議と心が落ち着いてくる。カルーナさん、どうするんだろう。え、これで通してくれないか。あれって、あの女何をしてるんだ。俺たちを内緒で通すために物や金を渡してる。それっていけないことだよね。じゃあここで身分を明かしますか。それは決まりに従うだけじゃ先には進めません。ユーリ、こうするって分かってたんだ。よし、出発的。どうした。いえ、進むためには潔白なだけじゃいけないんだけど。この辺りでいいだろう。あとはあんたらで何とかしな。カルーナさんはああいうこと平気でできる人なのかな。観光担当としては来てよかったって思い出をあげたかったけどね。あ、そうだ、違う。そこまでして助けてくれる人なんだ。私はこんなにたくさん親切にしてもらったの初めてでした。怖い思いもしたけど優しい人の方がずっと多かった。来てよかったです。そうか。ブログニグもこんな風に人と能力者が共存できたらいいと思わせてくれました。